中村教長は、鎌倉時代後期から南北朝時代の武将、中村太郎、中村友貞より五代孫、中村城主。中村友貞が鎌倉幕府により鎌倉二官を持ち修正の管理下に置かれたためそれより、数代にわたり中村城が城主不在となっていた。鎌倉時代後期頃、伊勢神宮領、小栗号、小栗三栗屋を管理していた。 小栗茂しだが、鎌倉幕府より、中村宗の児童に任せられ中村寮を管理していた。教長は、幕府滅亡後に、県務の申請にあった、足利高氏に組みし、県務2年7月に中仙台の乱が起こり、教長は、足利高氏の軍にあって相模川の戦いで、北条時行の軍を撃破し、こうて本領の中村宗を回復し、再び、中村氏が上司となった。 延元元年、剣武三年、足利高氏が、摂津と島川原の戦いで、新田義貞軍に大敗を喫し、九州に落ち延び失脚した。高氏の失脚を受け協調は、中村城において、援護の段が立たれた。父、中村義本や同族伊佐氏が、伊佐の地にて、総反の伊達行朝と共に、北畠明家の軍にあっため、協調は、 伊達行朝のすにより南朝方に属することになった。延元2年、兼武4年8月、北畑秋家軍が白川関を越えて下月に入った際に、協調は中村城より自軍を進め伊達行朝軍と共に、足利方の小山城を攻略し陥落させた。12月には、利根川の戦いの利根川において、 安ン原の戦いの安ン原においてそれぞれ足利カが、ヨシ軍を打ち破った。その後、宇都宮・金ンツが加わり、協調は、伊達行朝と共に、北畠明家軍勢にあって、鎌倉を攻略した。延元三年、略王元年7月、陳述将軍に任命された、北畠明信が、北畠近夫佐と共に、古代五天皇御子のノリ親王、宗皇、親王ナガ神にくぶして、 伊勢に下校した。九月、ノ長親王、宗皇、胸長神皇は、伊勢より海を渡り道の区国に赴こうとし、協調は、伊達行朝、結城宗広と共に、軍部の戦場にあった。渡来の大港より、東国に足らんとした際に途中で暴風に、愛平線が、四方に散乱し、ノ長親王、宗皇、胸長神皇は、吉野に戻り、協調、北畑地下ふ 伊達行朝の船は、日立の海岸に漂着した。織田晴久が、北畠近房のもとに、長せ山ん地下房は、織田晴久の将兵により、神宮寺城に入り、協調、伊達行朝は、中村城へと帰還した。北畠近房は、北朝軍に攻め込まれるも、時給の策なく神宮寺城から淡崎城、そして、織田城へと逃避し、織田城において、 関東各地の反爆勢力の結集を呼びかけた。ついには、宇都宮金綱、羽賀高貞が北朝方に味方したために、小山町氏を招兵したが、町氏がこれに従わなかったため、北方家近草の命を受けた、京長、伊達行朝は、猛火、唐津山へと、派軍氏、羽賀高貞田府氏を打ち取った。広告元年、略王三年、町長、行朝軍が、宇都宮、 羽賀軍を打ち破ったが、小田城にあった北畠近房軍は、足利高氏の命を受けた、甲子冬に小田春久は降参してしまい、小田氏に見限られてしまった、北畠近房は、関宗介の関城に入り、北畠剣時は、大宝城に立てこもった。北畠近房は、京調に命じ、行朝を共同し、日立国伊佐軍の伊佐城の守りに、入らせた。 この攻防が長年にわたり、繰り広げられるも、北畠近房は、敵と身内の両方から突き崩される結果となり、広告四年、広営二年に、近房法の城が陥落すると、北畠近房は、吉野へと帰還してしまった。北畠近房が落ち延びていってしまい11月に、伊佐城はついに、足利尊氏の命を受けた、孔子冬に城を包囲される。協調と、行朝は、 森津無縁となるも、その包囲を突破し、行朝は治療へ戻った。協調は、中村城に帰還したが、高氏、近房と二度の主君の失脚、そして総反の伊達行朝の落ち延びに相番作尽きるも、一時は、鎌倉を攻め落とした際に共闘した、宇都宮金綱、羽賀光明はその部名を尊び、協調を真に取り込むことを前作と鑑み、中村の領地を、 宇都宮領にするをもって、宇都宮領の境目の重要地である中村城を、文明高い強調に任せた。中村城は、宇都宮市の真として、以後戦国時代まで強調以降の中村種類大が居住することになる。中村遠隔によると、武行朝は、伊佐城が高し冬に攻め込まれた際に討ち死にしたとされている。儲かしし内第4号、P69? ヘン事故し、下コ師団第1巻第6号、中村郷土氏、P15、下モ師団第1巻第6号、中村郷土氏、中村のコーピー15から16もお菓子し,し案内第4号、P69、中村城のこと。ありがとうございます。